寺尾駅は、新潟県新潟市西区寺、尾上2丁目にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。駅の西には、新潟県道44号新潟つば目線を横断する踏切が設けられており、これには、農園踏切の名称が付けられている。踏切の設置時には、新潟遊園の前身である農園があったためで、王子の名残である。島式ホーム一面2線に、 京城駅舎を有する地上駅、新潟駅が管理する業務委託駅で、駅業務は JR 新潟ビジネスが受託している。改札口には自動改札機が3通路設置されており、全通路でスイカ等の IC カードが利用できる。改札口周辺には友人改札を兼ねる緑の窓口、自動券売機、ベンチなどが設置されている。ホーム上にトイレ、 自動販売機が設置されている。またバリアフリー対策として、改札内コンコースとホームを連絡するエレベーター1機が設置されている。自由通路は新潟市西区建設課が管理しており、駅舎は自由通路に面する2階に設置されている。バリアフリー対策として、南口側にエレベーター1機が設置されている。当駅は先丘地の南斜面に位置しており、 南口側と北口側で標高差がある。自由通路は北口側は数段の階段またはスロープを利用するだけでほぼ平面だが南口は階段またはエレベーターで昇降する必要がある。改札外にトイレは設置されていない。かつて当駅のホーム東側には歩行者専用の踏切が設置されていた。もともとは北口側に所在する。 寺尾神社の参道だったもので、踏切の路面には、渡り板がなく、ホーム横に警報器を設置したのみの簡素な構造で、京城駅舎への改築後も存続したが、JR 東日本新潟支社と新潟市ではこの、踏切を2014年の夏に閉鎖し、警報器を撤去した上で、線路南北を、柵等で閉鎖する措置が取られた。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は2090人である。近年の推移は以下の通りである。寺尾駅前周辺は住宅地となっている。駅西側、県道44号の踏切付近に西区バス境林ルートの停留所があるほか、越後線と並行する新潟交通の W2 西小針線及び W3 寺尾線のバス停も来た。 南それぞれの幹線道路沿いに設けられている。ありがとうございます。